さあ始まりましたマシュマロガールズ YouTube チャンネル MC の千葉中節伊藤です。よろしくお願いいたします。ではまずマシュマロガールズの皆さんに自己紹介をお願いしたいと思います。どうぞ。はい、さきももことももみさきです。よろしくお願いします。紀宝純です。1位目指して頑張ります。よろしくお願いします。よいしょー。なおちゃんことへもなつみです。よろしくお願いします。よいしょー。モデルかっこいい。皆さんこんばんは、島田レオです。頑張ります。頑張る。バイバイ。はい、大崎奈々子です。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは、大根ちゃんこと大岩なえなです。よろしくお願いします。お願いします。さあ以上の6名でやっていきたいと思います。さて今回の企画を発表したいと思います。今回の企画はこちら、妨害物退路体内時計チャレンジ。体内時計チャレンジって思ってる方がいると思いますので、こちらの方を説明したいと思います。口頭や指で数えず体内時計だけで正確な秒数を当ててもらうというゲームになっております。分かったかな。はい、それではブロックごとに1人ずつチャレンジをしていき、指定された秒数に最も近い人が優勝となります。例えばですね、大根さんの順番で私が20秒、僕がですよ、20秒を引いたら大根さんは20秒を体内時計で測ってもらいます。では他の皆さんはその20秒間で大根さんに質問など、要は妨害をしてください。体内時計の正確さ、妨害に耐えれる我慢力、この2つが勝利への鍵となりますので、皆さん自信の方はありますか？もちろん。一番早く。はい。仕方しとけばいいってことですよね。うん、言葉悪いな。言葉が悪いな。まあそうそう、仕方しとけばいいってこと。そういうこと。自分の世界に入ればいいんです。そうそうそう。入りすぎないようにね。あまり入りすぎると秒数忘れちゃう。そしてなお、最後まで勝ち残った方にはですね、今回も MVP として、商品 Amazon ギフト券1万円分を差し上げたいと思います。もうね、この Amazon ギフト券、もう本当に1万円あったら何ができるって結構な、なんか、いるんだっけ前回、はい、あ、そうだ、放送がお蔵入りになってて、そうね、実は前回撮ってらっしゃるんですよね。はい、撮りました。何買ったんですか？漫画を20冊ほど。うわ、いいですね。そういう使い道が最高だと思います。なんかさっき言ってたよね。欲しいんだよね。換金したい。換金したいっていう意見もあったんで、結構ストレートに素直な意見かなっていうね。換金したいです。まあまあとりあえずね、Amazon ギフト券 MVP 賞を狙って皆さん頑張っていただきたいと思います。さあそれではゲームの方に参りましょう。まずは A ブロックのお三方、はーい、 B ブロックの方々、こちらの方々です。イエーイ。さあそれでは、A ブロックの皆さんに集まっていただきました。それでは最初のチャレンジはどなたがしますか？はい、さきももです。さきももちゃーん。じゃあ僕の方にですね、秒数の書いた、紙が何枚かございます、これは僕の方で引かせてもらいます。引いてもらおうかな。じゃあね、じゃあちょっと悪いな。カメラに向かって見せてください。これでさあ何秒ですか？38秒。38秒でございます。38秒でございます。いいですね、38秒。そしてですね、なんとなんと僕の方にもカメラが1台ございます。これはもう僕の撮りたいアングルで撮らさせていただきますので、はい、いやもうなんかすごいエッチなアングルとかないですから大丈夫です。さあ、いいですね、このアングルと、あと皆さんやってないお二方にも質問をしていただいて、ね、どんどん質問投げかけてください。さあそれでは、準備のほう整ったらスタートと言っていただいて、で心の中で38秒到達したらストップって大きい声で言ってください。はい、よろしいですね。はい、それでは参りましょう。スタート。はい、デイリー山崎の好きなところを言ってほしいです。パンが焼きたてで美味しいです。お、答えられるんだ、すごい。おはもも、おやもも、おももも見てますよ。桃の中で何が種類好きですか？え、がストップ。おお、マジか。絶対早いやろ。嘘。多分ね、そうね。なんか前も早いって言ってた。さあ、それでは最初のチャレンジ何秒だったでしょうか。21秒74ということで、いやいや、わかんないよ。だってこれが基準になるから、例えば50秒とか出た人がいて、その人が30秒で止めちゃったら20秒のあれがあるから、多分こっちの方が近いわけだから。うん、そう、大丈夫大丈夫、まだ全然。確かな希望。まあ全然希望、大丈夫、全然大丈夫。今度は希望ちゃんさんが行きますか。はい、それでは前の方へどうぞ。はい。いいですね。大丈夫ですか。回ってます。はい。じゃあ秒数の方選んでいただいて。はい。2枚。どっちがいい？こっち。そっち。はい。じゃあカメラに向かって何秒でしょうか。どうぞ。合ってる。こっち。逆。27秒。これも微妙だな。27秒。さっきより6秒多く喋ればいいってこと。そういう。うん、そうですね。その精密なことができるのであれば、さっきより6秒。手のプリだ。そうね。待って、手で数えちゃいそう。手で数えちゃう。じゃあ参りますね。よろしいですか？はい。じゃあきょうさん、それ準備ができたらスタートで、27秒。27秒。いったと思ったらストップコールよろしくお願いします。はい。どうぞ。スタート。じゅんちゃん、今日お弁当何個食べた？2個。おお。じゅんちゃん、なんで髪短くしたの？短い方が似合うって言われたよ。じゅんちゃん、いつものやってあげて。わかちこ。わかんない。お弁当の中で好きな具は何だった？鮭が美味しかったです。好きな人に言うとしたらなんて言う？大好きです。こんなコンビニエンスストア嫌だ。柄悪いコンビニエンスストア。ストップ。お、ちょっとどうだろう、長めな気もしたけど分からん。こればっかり喋れるのがすごい。さあ、それでは何秒でしたでしょうか。30秒6だな。でもいや、いいんじゃない。今1位暫定1位でございます。あれあれ、なんかね、きょうさんやだね。なんかね、でも暫定2位なんじゃない？ももみちゃんも頑張ったのにね、まあ暫定2位なんだけど、もう2位だと可能性ないから、そう1位じゃないと、OK、わかりました。じゃあ暫定1位ということで、きょうじゅんさんおめでとうございます。さあ、続いてのチャレンジャーはこちらの方です。じゃあこれはもうあえて無視して、自分の中でカウントして1位を狙います。そうだね。でもあんまり無視し続けると。なんかえぐられるようなことかもしれないから、やだ、そこにはちゃんと耐えてね。めっちゃ優しいからえぐられちゃうよ。さあ、秒数を選んでいただきましょう。さあ、何秒でしょうか。22秒。きた22秒ということで、22秒になったなと思ったらストップ。はい。お願いします。よーい、スタート。髪の毛くるくる可愛いよ。全然、いや、思ってないと思うよ、それ。全然思ってないと思うよ。なっちゃん、可愛いですよ。ファッションのポイントは。パンツ。なっちゃん、いつものやってあげて。ストップ、お、聞きたいか、俺の武勇伝。始まった、あれ、ストップ先か、今の。なんかちょっと短いかも。そうね、ちょっとね。さあ、それでは、何秒だったでしょうか。17秒28。お、でも10秒。でもダメか。ダメだ、5秒。強いわ。さあ、それでは A ブロックの勝者が決まりました。A ブロックの勝者はきょうじゅんさんです。ありがとうございます。やべえ、2冠を制しようとしますね。よし、2冠目指していこうとしますね。さあ、それでは A ブロックの方は終了いたしました。続いては B ブロックのチャレンジです。